これ実はちょっと説明したい。最近 NHK が放映したファンジニというまた素敵なドラマだったんですよ。本当に綺麗でね、美男美女が出てくるのはもちろんのこと、この衣装を見ても分かるように毎回毎回ファッションショーのように美しいチマチョゴリがもうどんどん出てきて、それは色鮮やかで、でこの髪、金星の髪はこう片っぽに寄せた独特の髪型なんですが、ここにこの髪飾りをたくさんつける、それがまた見事な装飾品。それから後ろの屏風ですかね、また綺麗で、それはもう文化の高さというのを打ち出してるんです。でも残念ながらこれがまた新しい歴史の作り方、自分たちの古い朝鮮が、李氏朝鮮がどんなに文化が高かったかをそのテレビドラマとしてその描こうという、そういう主張のドラマなんですよ。ハングルもそうですが、このファンジニさんのこの柄物のチマチョゴリですね、これは全く史実じゃない。日本がその朝鮮を開国させて貿易をするまで、その朝鮮のお洋服には色がなかったんです。つまり全体として貧しかったので染料を買えない。なので朝鮮半島の人たちは基本的には白いものを着てた、つまり染めない色を着てたんですね。でもちろん貴族階級は色物を着ることができた輸入品の生地、あるいは中国から輸入したりした生地、それからその染料も輸入して染めた話もあるんですけれども、そのまずその一般大衆は真っ白だし、その金銭は最下級の人たちなので、そんなに贅沢な格好はさせてもらえなかった。昔の絵を見ればわかるんですね。もう一つね、問題は朝鮮の人、李氏朝鮮の人は柄物は着なかった。なぜか柄物を着るのは日本人だ、上の無って言うんですよ。和の奴隷の奴って書いてある悪口で上の無だ。で和光でね、たくさん沿岸に日本人が攻めてきたので知ってるわけですよ。それから豊臣秀吉が攻めてきたことも知ってるわけですよ。それで日本人は柄物着るんです、お洋服着物で。日本は本当に安土桃山時代も大変派手なお洋服着物、庶民だって非常に派手な着物着てるのは屏風絵が残ってますのでね、京都の洛中洛外屏風とか、だからどんな服着てたか分かる、色を着て柄を着て。なのでその開国後、染料、日本から染料を輸入して、化学染料を輸入した後でチマチョゴリがパッと派手になって、黄緑やら赤やらいろんな色のその染料でスカートを染めたんですけれども、柄物は絶対に着なかった、嫌いだ、日本人みたいだからという資料があるんですよ。だからこれはもうね、キーセンのその素晴らしいファッションショーは、もうこれが定着しちゃうと、その朝鮮時代はこんなに文化が高くてこんなに綺麗だったんだってことになってしまうな。でもう一つ、ファンジニの若い時の恋人、本当のヤンバンの子祖子弟だっていう人がですね、公式では漢文の詩を書くんだけれども、彼女に宛てた手紙でハングル使って本当の気持ちだって書く場面があるんですけど、これもだからありえないんですよ。朝鮮時代に男がファングルを使うことはなかった。で、こういうふうにしてそのナショナリズムが生まれたり作ったりするんだなって思うんですね。だからドラマがよくできてればできてるほど、この影響力といいますか、その違う文化が新しく生まれて新しい歴史が作られていく、そういうちょっと恐れをね感じますので、見るときにそういうことも考えながら見て、で、よくできてますよ。それはもうね、やはり国を守って国をそのまんま維持させたい、巻き込まれないように朝鮮文化を維持したいって、そういう気持ちって非常に強いので、それはもうよくわかるんですけれども、やはりその金銭があんなに自由なことはありえない。朝鮮というのは日本よりもっと階級差が厳しくって、
て、でヤンバンは実は 3% だったんですって、人口の。残りはみんな、まあせいぜい常民って普通の人と、あと奴隷階級なんですね。で金銭ってのは選ばれた美人がそのヤンバンの、まあ、遊び相手というか、まあ、義兄を売った、だからファンジニも実は実在の人なんですよ、ごめんなさい、ちょっと横向いて、ファンジニも実在の人で、え、名前だけ残ってるんですね。詩も散文も歌もカヤグムという韓国のこと、コムンゴというあのもっと低い音の出る言語と、絵舞踊など幅広い技芸に優れて当代を代表する芸術家だったということだけが分かってて、何にも分かってないので、ファンジンのテレビドラマ以外に映画が作られて、20年前にも映画があるんです。全部ストーリーが違うんですよ。つまりは何もないから何でも作れる。全くその事実ではないということで、それでですね、あの、ある朝鮮の専門家が言ってるんですが、実は朝鮮っていうのはとっても貧しい。美人はだいたい明とか清の中国の宮廷に出してたんですね。持ってこみ上げがないので、あの、宮女と宦官は朝鮮から来てた。それから針が作れなかった。それから車がなかった。木を曲げる技術がなかったので、樽がなかった。そうすると樽がないと液体を運ぶときに重い土の壺に入れて運ぶんですよね。で、車がないので人がそれを背負って運ぶ。そういうその非常に貧しい現物経済を500年続けて、そのみんなで白い服着て平等だった。何に似てるかって、今の北朝鮮にそっくりです。李氏朝鮮の500年っていうのは、実は今の北朝鮮がそれを受け継いでる。それで金銭、金銭ってあの義芸の金ですよね。あの、実はですね、国営金銭が1900、これもですね、いつまであったって、長いことあったんですよ。あのベトナム戦争の時に国営金銭が実はアメリカ兵のためにベトナムにまで行ってるんです。そういう習慣があった。それで北朝鮮の喜び組はこの金銭のやっぱり文化的伝統を色濃く継いでると、これは私ではなくて、あの朝鮮史の専門家が書いています。いろんな国のいろんな歴史があるなと思ってほしいということで、今日はこれでおしまいにします。また別の話の時にお目にかかります。ありがとう。